いらっしゃい。すみません、こちらに相良さんという方がいらっしゃってると思うのですけど。あいつだよ。はじめまして、探偵さん。斡旋事務所の笹倉さんに仲介をお願いしたものです。私のことはミヤと呼んでください。エスプレッソはないのかしら。陽一郎、店内では静かにしてくれ。え？何のことかしら。ごめんなさい、何のことかわからないわ。この男の言うことは気にしないでください。いつものナンパの手口ですから。じゃあ私は相良さんのお眼鏡にかなったってことなのかしら。いらっしゃい。なるべく静かに。東一郎、何やってんの。犯罪だよ。だって東一郎が女の人と一緒にいるんだよ。犯罪じゃん。がナンパしてるんだよ。
あら、そうなの？彼、結構かっこいいじゃない？私は好みのタイプよ。お前が引っ込め。窓か、マイコ。いいのよ、可愛い女の子たちじゃない。焼き餅焼いてるのよ、きっと。そう、この娘を探してほしいの。報酬は霧のいいところで500万。条件によってはもっと上乗せするけど、どうかしら。言えないわ。いい男に嘘はつかないことにしているの。鴨琴子よ。恭一郎が何か考えてるよ。きっとろくなことがないね。うんうん、嫌な予感がするよ。勘違い露出系父デカ女に騙されちゃってさ。しょうがないよ、恭一郎は本能だけだもん。よく探偵が務まるよね。務まってないじゃん。あ、そっか。きっとなんとか食いつないでるのも三津子さんのお情けだよ。親父、あの依頼人なんて言うの？
ミヤだって。名字は名乗らないの。うわ、怪しい。京一郎、その仕事とやらに差し支えるから、その辺にしておけ。調子に乗るんだから。相良のドラ息子とはこいつのことです。伊達さん、なんで教室に出すんですか。売るほどあるからな。それは買う人に出してください。うん、一理ある。甘やかしちゃダメなんです。お前たちが無知だからな。俺は飴なんだろ。旦那、こいつに飴なんていりません。与えた飴が甘いとは限らんさ。ん？何にせよ、飴を与えるならせめて借金くらい返せるようになってからですよ。いや、寝言だ。まあ、泥船に乗ったつもりでいようじゃないか。
これ食ってさっさと仕事してこい。とっとと報酬もらってここのツケを払え。ついでにこの朝食もツケにしてあるからな。料理がうまいとか言われても信じないからな。な、お前意味が分かっていてるのか。この男はもう知らん。早く食って早く出ていけ。Thank you.